宇宙人の方と共演することはあの初めてなのですごく現場は楽しかったですね。えー、皆様、えー、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。えー、今回 CM で地球人役を演じました佐々木希です。えー、本日は最後までどうぞよろしくお願いします。宇宙人の方はそうですね初めて共演ですね。あのー、でも。 なんとなくこう心が通じ合えてるような気がしてました。なんか撮影もねあの上手にいけたかなというふうに思います、はい。宇宙人の方々とのコミュニケーションですかね。ねやっぱりでも本当に可愛くてずっと見てましたね。なんかねあのちょっと近未来をイメージして、うん、今回の CM のために。 えー、作っていただきました。宇宙服というか、はい、うん、素敵なデザインですよね。そうですよね。普段まあなかなかこういった衣装を着ることがないので、こう新鮮な気持ちで楽しかったです。はい、あのどちらも本当に面白いなと思いました。あのこの撮影をさせてもらう時もこう根底を見て、なんて面白いんだっていうふうに思ったんですけど、実際出来上がって。 やっっぱり面白いなっていいなてううふうに思いました実際にその撮影現場もこの宇宙ステーションっていうところがちゃんとこうセットで作られていてすごくこうんでしょうねかっこいいあのセットでしたねはいあの宇宙ステーションで食べたケーキがすごく美味しかったですケーキいただいたんですけどチョコレート味ですごく美味しかったですはい <laughs> あのキャンプに行ってあの、フェザースティックっていうのを作ったりとかしました、木をいっぱい削って、そこに火をつけてあの、火を起こしやすくするっていう作業なんですけど、すごく楽しかったです、自然もたくさんあるところに行くと、あの心も体もリフレッシュするのですごくキャンプは良かったですね。 ちょっとあの一緒になっちゃうんですけどあのキャンプに行ったときにあのお隣のテントの方からあのたくさん釣れたからどうぞって魚を頂い,いたんですねであありがとうございますというなんかすごく急な出来事だったんですけどまた、あ、したなというふうに釣りはしなかったんですけどはい。あの それた取れたてのお魚をいただきました。どんなふうにして召し上がったんでし、あの網の上に焼いて、はいい,<や>いただきました。いいね、<laughs> はいします。じゃん！ラーメンです。宇宙でこう浮いてみたいなっていう風な願望もあるんですけど、さらにそこでラーメンを食べたらどうなるのかなっていう風にあの想像したときにワクワクしますね。え？あ！あの 一つ星が足りないそうですねなんでですか星が二つということでこちら一つ目のご紹介は失敗となってしまいました、えー、佐々木さん、はい、実はですね、はい、事前に得た情報なんですけれども、はい、都合成人さんナルトの渦で目が回ってしまうということで <laughs> ラーメンは苦手なんだそうですナルト目が回っちゃうんですかちょっと可愛いですけど <laughs> きりたんぽです。秋田県秋田市出身なんですけど、もうきりたんぽで育ったと言っても過言ではない。ですけれども、はい、あの、なので、きりたんぽをぜひ。あの、食べていただきたいなあっていうふうに思います。きりたんぽを書いてみたんですけど、なんかちょっと変になりました。おお、やったー。 はい見事3つ星が上がりました、はい、佐々木さんおめでとうございますありがとうございますよかったです演じるの縁ですかねあの今年はえっ、ー、と舞台だったりとかドラマにいろいろはい出演させていただいて演じることがすごく多かった年だったなっていうふうに思いますあの来年ももお仕事も、えー、楽しみながら やらせていただきつつプライベートの時間も大切にしたいなというふうに思います日本でいったらえっ、ー、とちょっと屋久島の方とか行ってみたいかなというふうに思いますねあの縄文杉とかあの実際に見,見れたらいいなっていうふうに思います今回クレディ・セゾンセゾンアメックスの CM を やらせていただいたんですけれども、あの本当に地球人として、あの宇宙人のと一緒に共演は、本当にこう初めてですし、とても楽しい CM になったかなと思います、そして、あのとても便利なクレディ・セゾン、セゾンアメックスをぜひあの、たくさんの方に使っていただきたいなと思います。どううぞよろしししくお願いいまますありがとうございました、はい